田が追いつくスライディングキャッチ。若月この辺の躍動感のあるプレー、 DH からキャッチャーに入った若月がいいプレーを見せました。カットワインの2落としてくる、ランナースタート、タッチはどうか、アウトになって盗塁は失敗、ストライク送球でした。若月タッチアウト、盗塁を、若月はストライク送球。岡の足が速いかどうか、タッチか、ここで触れたか、あ、ここで触れてる、なればアウトですね。ランナースタート、タッチは判定はアウトの判定、盗塁失敗。今日も若月が刺しました。ランナー走ってタッチアウトになりました。少しそれたんですが、追いタッチ、さあここはどうしますか。そうですね、はい、追いタッチになりましたね、ただ若月の送球は強いと思いますからね、はい、さあここはリクエスト、ベースについているかついていない、そういうことですね。3球目大トラ飛び出した、どうだどうだ、タッチアウト、ここで倒すに戻りきれず、マリーンズサヨナラのチャンスにしました。リード大きすぎ、戻りませんでした、戻れませんでした、このタッチアウト、痛いミスですよね。送っていきますがフライになって、キャッチャーダイビング、フォープレイ、辰巳のバント、ショーフライ、左側にあったフライを見事なダイビングキャッチ。まあ目いっぱいのプレーですもんね。そうですね、うん、スタートを切った外側のボールでしたが、頭からいった、ここは盗塁は失敗、動いてきましたが若月それを持っているか、ランナースタート、若林はどうでしょうか、盗塁は失敗、スタートを切りましたが若月がアウトにしました。移動かも行きましたね、一瞬ドキッとしました、ここは重信遅れませんでした。広岡もいいダッシュ、ね、強いボールで、はい、ボールバントさせませんでしたね。これがフライになる、関根打ち上げただけ、若月陽が、ここはギリギリのところ、取りましたね、アウトの判定です、若月ナイスキャッチ。この、ね、ネットに当たるかというところではあったんですが、この若月がね、田尾さんジャンプしてバッチリで取れましたね、ギリギリのこれね、難しいところですよね。高め直球、一塁ランナースタート切っている、清宮タッチアウト、ここでスタートを切ってきました清宮、ただここは若月が刺しています。3回狙った三遊間はサードゴロ、ホーム一つアウトで一塁、転送はどうだ、高速だったがアウト、ダブルプレイ、打ち上げてバックネット方向、キャッチャー追っていって、ナイスプレイ、ネット際でしたが若月ここを恐れずに行きました、本人笑顔です。スタート切った、セカンド送球は取れば失敗、
セカンドはタッチアウト。ここで走ってきましたが、若月素晴らしい送球を送りました。ヒット。伏見、ここはバントの構え、バントしました。高いバウンド、キャッチャーが取って二塁へ送球。二塁はアウトになった。一塁もアウト。ダブルプレー。二塁のタイミングはまあどうでしたかね。リクエストは出しません。